幸せなゴールデンウィークの裏に潜む真実、騎士君と翔君の微笑ましい瞬間に隠された謎とは騎士君、チョコを渡さなかった理由は翔君の驚きの顔に隠された真実とはゴールデンウィーク、それは楽しい冒険と魔法のような瞬間の連続です。この特別な時期に、私たちは日常から離れ、 親しい友人や大切な人たちと共に心から楽しむことができます。そしてその中には思い出に残る瞬間がたくさん詰まっています。今回はちょっとしたチョコレートのお話を通して二人の仲間たちの愉快な冒険を垣間見てみましょう。さて、こちらはキシ君と翔君の素敵なゴールデンウィークの物語です。キシ君は バタバタと活気に満ちた動きでスムーズに移動している姿が何とも愛らしい。そして、その愛らしい仕草についての言葉が続きます。岸くんからのちょこちょこもらえるのお利口さんに待ってたのにもらえなくてびっくりしてるようなお顔も可愛い、という声が聞こえてきます。ああ、その様子を思い浮かべるだけで心が温かくなりますね。岸くんの親切な行動に期待して、 待っている翔くんの愛らしい表情が目に浮かびます。それでは、お楽しみのチョコレートタイムです。岸くんがチョコレートを手に持ち、微笑みながら、二人の間に、ひときわ特別な瞬間が訪れます。翔くん、あなたのまっすぐな視線は岸くんに向けられ、その瞬間、私たちはあなたの気持ちを共感しました。そんな目で見つめられたら、 確かに自分でも食べるしかないでしょうね。そして、翔くんの小さな足がぴょんぴょん跳ねる様子もまた、可愛らしい光景です。岸くんと翔くんの楽しい時間は、チョコレートを通じてさらに豊かなものになります。岸くんは翔くんにチョコレートを食べさせるために一生懸命ですが、その間、翔くんの可愛らしい仕草が目を引きます。特に、左手の動きは、 心を温かくします。そして、騎士君の笑顔と翔君の愛らしい姿が重なる瞬間は、まさに幸せの極地です。しかし、そんな中でも、ちょっとしたハプニングもあります。騎士君が思わず指食いをしてしまったり、翔君がチョコレートを待つ間にバタバタと足を動かしたりする様子は、笑いを誘います。そして、最後の笑顔が私たちの心を満たします。 こんな幸せな時間を共有できることは本当に幸せなことですね。このように、騎士君と将くんのゴールデンウィークは愉快で楽しい冒険の連続でした。彼らの仲間たちとの時間はいつも心に残り、私たちに幸せな思い出を与えてくれます。騎士君と将くんの素敵な物語は私たちに笑顔と幸せをもたらしてくれます。 彼らの素晴らしい絆は、私たちに多くのことを教えてくれます。騎士君にマウント取られる日が来るとは思わなかった。あの後の将君のふにゃふにゃ笑顔、本当に俺だけの特権だと思っていたのに。だから、チョコを食べる前に彼を見たのは自然なことだった。騎士君にチョコを食べさせようと必死になっていたけれど、なかなか言うことを聞かない将君の足は可愛らしかった。 彼があんなに可愛い顔でチョコを待っていたのに、キく君は照れくさそうで、あーんとかできないタイプなのかしらキく君は本当に好きな子には照れてしまうのか、それとも翔君にだけ特別なのか、興味深いところだ。そして、ジン君はどちらからのチョコも素直に受け取って、本当に可愛いと思った。彼らの笑顔で待ち構えている姿は可愛らしく、 世界の平野章にチョコを差し出す岸くんも本当に素晴らしい。岸くんからのチョコをもらえないことに驚いた章くんの顔もまた可愛い。彼ら二人は本当に可愛い。幸せなゴールデンウィークを過ごしたい。章くんのまっすぐな目に見つめられたら自分で食べるしかないと理解するのも無理はない。ここの章くんの足は小さくてパタパタしていて 赤ちゃんペンギンのように可愛らしい。岸くん、君は翔くんの気持ちが理解できるかな私にはよくわかる、翔。彼らの姿を見ていると、ただただ可愛い、と思わずにはいられない。でも、結局、さりげないことがない、ということにも気づく。岸くんと翔くんの関係性、そして彼らの行動には何か隠された意味があるのだろうか 翔くんのちょいちょいした行動はやっぱり好きだ。特に左手が本当に可愛い。彼らの様子を見ていると笑いがこみ上げてくる。騎士くんと大好きな騎士くんにチョコを食べさせてもらえない翔くんは本当に可愛いすぎる。BYC の瞬間すべてが尊いものだった。彼らの姿を見ているとまだその感動が残っている。旦那さんも興味を持って 見たいと言ってきた。彼らの姿を見ていると、本当に好きになってしまう。騎士くん、いつチョコを渡すのかな、と思っていたけれど、彼は渡さなかった。将軍の足を見ていると、また新たな感情が湧いてくる。甘いチョコレートには魔力がありますね。それを受け取ると、心は幸せな気持ちに包まれ、口の中は甘美な味わいに満たされるのです。 そんな魔法の瞬間を味わうために、人々はあらゆる手段を尽くします。今日は、その愛らしい瞬間に焦点を当ててみましょう。幸せなゴールデンウィークが始まり、人々は喜びにあふれています。特に、騎士君と翔君の動きが目を引きます。彼らの動きはまるで、バタバタと可愛らしく移動する子犬のようです。そして、 彼らがチョコレートを持っていると、周囲は興奮の声で溢れ返ります。しかし、そこには少しの戸惑いも見られます。翔君は騎士くんからチョコをもらうのを待っていましたが、待望の瞬間にもかかわらず、何ももらえなかった時の驚きとがっかりした表情が、人々を笑顔にさせます。幸せなゴールデンウィークが終わるにつれ、人々は彼らの可愛らしい瞬間を思い出し、 笑いと感動に包まれます。騎士くんがチョコを持って笑顔でいる一方で、翔君は食べさせてもらえない様子で、まるで子猫のように振る舞います。その様子を見ていると、彼らの愛らしさに心が温かくなります。そして、この物語の終わりに私たちは自問します。騎士くんはなぜ翔君にチョコを与えなかったのでしょうか 彼の心の中にはどんな思いがあるのでしょうかそれとも、単に彼は愉快ないたずら心を持っているのでしょうかまた、翔君が待ちわびていたチョコをもらえなかった時の彼の気持ちはどうだったのでしょうかこの物語は、愛と喜び、そして微笑ましい瞬間に溢れています。そして、その中には少しの深みもあります。 キく君と将君の関係性について様々な考えが浮かび上がります。彼らの心の内側に迫ると私たちはもっと深い理解を得るかもしれません。彼らの未来はどうなるのでしょうかそれを考えるだけで心はワクワクとした気持ちでいっぱいになります。この物語の終わりは新たな始まりを予感させます。次の章がどのような展開を見せるのか、 私たちは興味深踊り子です。岸士君と翔君の物語はまだ終わっていないのです。では、次はどんな魔法の瞬間が待っているのでしょうか楽しみにしていましょう。では最後に、二人に関する興味深い質問を一つ。岸士君と翔君の心情や行動について、あなたはどのような考えをお持ちですか 彼らの愉快な冒険についてどのような思い出がありますかぜひあなたの意見や感想をお聞かせください。それでは素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。